どうも皆さんこんばんは。ここからの時間は場内オリジナルプログラムヒートアップタイムです。バランサの場内ビジョン、そしてですねガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネルで配信でお届けしていきます。まだガンバ大阪のオフィシャル YouTube チャンネル登録いただいていないという皆さんはぜひこのタイミングで登録をお願いします。改めましてこんばんは、ガンバ大阪スタジアム MC の千石浩一です。さあ開幕して1ヶ月、ガンバはここまで無敗をキープ、さらに上げていきましょう。さあそして今夜のナイトゲームではハーフタイムに花火が打ち上がります。一足早い花火をぜひこのパナスタで楽しんでください。試合はもちろんパナスタにハーフタイムに上がる花火も一緒に盛り上がっていきましょう。さあそれでは今夜のヒートアップタイム、ここからはゲストをお迎えしてお届けしていきましょう。本日のゲストはこの方です。背番号15、吠えたけるがむしゃらファイター、岸本健。はい、ということで改めまして15番岸本選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ岸本選手、はい、まずはおめでたいニュースが、はい、入ってきましたので、はい、ちょっとご自身の口からですね、はい、スタジアムに、そして YouTube ライブで楽しんでいただいているサポーターの皆さんにご報告いただけますか。はい、3月15日に入籍いたしました。入籍いたしました、おめでとうございます。いや恥ずかしいです。恥ずかしいね。でもせっかくですからこうやってね直接ご自身の口から報告できる機会というのもないと思いますし、実際に結婚されて、環境もいろいろとまた心機一転というところあると思いますけれども、大阪の生活というのはいかがですか。すごいだいぶ慣れました。だいぶ慣れました、はい、でもご出身は関西ですもんね。そうですね、もともとユースの時も大阪にいたので、いいですよ、はい。ですから、関西にずっといて、プロになっていろいろなチームでプレーをすることになって、またこうやって愛する大阪に帰ってきてというところで、はい、じゃあもう生活の方は楽しくできてる感じですか。そうですね、本当に住みやすくて、遊ぶところっていうか商業施設もいっぱいあって僕田舎ばっかりだったんでいいなと思ってます、はい。ということで今もね、すごくこう生活充実しているなというのがね今の話からも伝わってきますけれども、さあどうなんでしょう、以前からつながりのあった選手たちっていうのはこのガンバ大阪にはいらっしゃったんですか。そうですね、徳島の時に一緒に戦った翔太君とか徳間君とかもいたので、すぐチームに馴染めることができました、うん。じゃあそういう意味で本当にこう初めてのチームではありますけど、何のこう抵抗もなく入れる環境っていうのがもう出来上がってた。そんなわけじゃないですけど、ね、そんなわけじゃない。まあでも監督も知ってたので、うん、はい、すごく打ち解けやすかったと思います。打ち解けやすかった、はい。さあもうねスタートからこうチームで非常に随所随所でこう光るプレーというのをね見せてくれていましたけれども、ただ一方でちょっと残念ながら怪我のニュースなんていうのも入ってきましたけれども、我々待ってて大丈夫ですよね。はい、もう1日でも早く復帰して、うん、またがむしゃらファイターとして戦います。がむしゃらファイターとして、はい、いや嬉しいな。もうぜひこのバナスタピッチでね素晴らしいプレーで会場を沸かしてもらいたいなと思いますけれども、このサッカーしてない時この岸本選手っていうのは何をしているのが楽しいんですか。普段ですか、うん、映画見たりアニメ見たりするのが、はい、好きです。じゃあもう家のリビングのソファーでこうゆったりとして過ごすみたいな。はい、一番好きですその時間が。じゃあもう完全にオンオフはっきりしてるんですね。はい、もう完全にオフオンオフ切り替えるようにしてます。映画アニメもうそれを見てる時がオフとしては一番楽しい時間の過ごし方。はい、一番リラックスしてる状態です。一番リラックスできる、はい。ですから本当にねピッチ上で見せる表情とはまたこうやってね話を聞かせてもらうと岸本選手全然違うなっていうのが伝わってきますけれども、ご自身このプロのサッカー選手としてやっていこうってまずプロになりたいって思ったのはいつ頃から。そうですね、中学生の頃ぐらいにやっぱり、うん、やっていきたいなと、はい、モテたいすごく分かりやすい、はい、サッカー上手くなって、
みんなに応援してもらって、はい、モテたいっていうのが、はい、一番最初の初期衝動、はい、モテたい、お金持ちになりたいっていうのが昔ながらのこうね、はい、プロの夢っていうのをそうですね、なんとか体現したいなと、はい、それがきっかけで、それがきっかけで、でももちろんこう日々のトレーニングやっていく中でどうだろういけるかなっていう不安もきっとあったと思いますけれども、ここでやっていけるぞってなんかこう思えた瞬間っていうのはあったんですか？いやでもそれはあんまり思えたことはなくて、でもなんかこうがむしゃらに毎日毎日を繰り返してたら、はい、ここまで来たっていう感じなので、うんうんうん、はい、じゃあもう子供の頃になるぞって思ったその夢を叶えるために必死に必死でした。もうまさにがむしゃらファイターはい、がむしゃらファイターでここまで来ましたここまで来たということで、はい、さあ、そんなですね岸本選手、今首にはですね、はい、ガンバ大阪でおなじみの応援アイテムをかけていただいてますので、ちょっと見せていただきましょうか。逆ですね、はい、こちらベーシックのタオルマフラーとなっています。税込み2200円、もうおなじみの、ね、アイテムですので、まだこちらねお持ちでないという皆さんは購入いただいて、こちらを掲げてスタジアムをですねガンバカラーに染め上げていただければと思います。よろしくお願いします。岸本選手どうもありがとうございます。さあ岸本選手にはまたちょっとですねお話をお伺いしていこうと思いますけれども、今日はこうやってヒートアップタイムに、イヤホンね、イヤホンはこちら、はい、どうぞどうぞどうぞ。いいですね、自然体で恥ずかしいですさあ今日はスタジアムでこうやってですね放送という形になってますけれども、目の前にこのガンバ大阪サポーター、もう日本一熱いとも言ってもいいこのサポーターを前にしてプレーをする、そういうこう時間というのはもうすでに経験されてますけど、実際このバランスでプレーしてみていかがでした？いやもうほんまこう中から力が出るというか、やっぱりまず開幕戦でこうバスを待ち受けてくれて、そこで、はい、応援してもらった時にもう、うん、魂が震えました。バスでこう入ってくる時に、はい、もう窓閉めてるから声聞こえてこないはずなのに、もう爆音で爆音で、はい、閉めてるのに、うん、あの時にはすごい魂が震えました。はい、このチームでやっていくんだっていうなんかこう気持ちにもう一段階こうギアが上がる感じ、はい、もう本当なんか涙が出そうでした。そのぐらいにすごいチームで俺これからプレーするんだっていう、はい、いやおそらくサポーターの皆さんもね、そういった声を聞くと嬉しくてより応援してやるよっていうね気持ちにもなってくれると思いますけれども、どうでしょう、まあ、実際にこれまでは対戦チームとして見ていたガンバ大阪、そしてサポーターであったと思いますけれども、実際にその一員になってプレーしてみていかがですか？いややっぱりすごい頼もしい、やっぱ仲間たちとやっぱすごい環境に恵まれているので、やっぱり期待に応えないとダメだなっていう気持ちがより一心高まりましたね。実際にもうこの対戦チームとして相まみえる時のそのチームであったりサポーターの皆さんの熱量っていうのを今度は背中からこう受けてっていうことですもんね。そうですね、今まではそれに立ち向かわないとダメだったんですけど逆に押してもらえるので、うん、はい、すごいパワーがみなぎってくると思います。はい、さあそして改めて、まあ、今シーズンから加入ということで、一人でも多くの皆さんに岸本選手のこの良さっていうものを知ってもらいたい、それはプレイヤーとしてのこういうところが僕の PR ポイントなんです、ぜひこの辺りを見てさらに応援してほしいというようなセールスポイント聞かせてください。そうですね、キャッチフレーズにもある通りがむしゃらファイターっていうのが僕の持ち味だと思っているので、はい、僕が戦っている姿を見て、うん、岸本頑張ってんなと思ってもらえたらいいなと思います。じゃあこのボールを持っている時だけじゃなくって、はい、そのボールがない時でも相手にボールがあればそこに向かっていくだったりっていう、はい、そういうもう姿勢っていうのをじゃあもう90分間もうがむしゃらに見せ続けてくれる、はい、ぜひそのあたりをね、皆さんにも注目して応援してもらいたいなと思いますし、またサポーターの皆さんにはこうやって声かけてほしいとかってありますか？そうです、こういうふうに呼んでほしいとか、なんでもいいんですけど、うん、声かけてもらえたら嬉しいですたけるんって言ってもらえたらたけるんって言ってもらえれば、はい、はい、ぜひですねそうやってスタジアムから、ね、声を届けてもらいたいなと思います。
さあ加入してユニフォーム背番号15番です。袖を通した時覚えてらっしゃいますか、その時のなんかこう感動だったりっていうのは。そうですね、あのすごい生地がいいなと思いましたそこなんだまず第一が、うんうん、はい、まず袖通して、あ、この肌触りいいなとでもこの15っていう数字、何か こだわりがあったりしたんですか。いや、あの徳島の時から15だったので、あのこの背番号をずっと背負って頑張ろうって思ったので、うん、はい、今年も15が空いててよかったです、まあ、あのこの辺りというのは、ね、巡り合わせもありますから、なかなか、ね、思った背番号をつけれなかったりしますけれども、じゃあ今回はこの思い入れのある背番号を1年目からガンバで手にすることができたので、じゃあここからっていうのはその15番っていうのを岸本選手らしい色に染め上げていくってことですよね。そうですね、あのガンバの15は、あ、岸本武尊やなと思えるように、あの15を背負って頑張っていきたいなと思います。はい、ぜひですねこの偉大な番号にね、この15番っていうのをねしてもらいたいと思います。さあ、そしてですね、試合前のこのロッカー、あのガンバ大阪の本当スタジアムのロッカーって素晴らしいこう環境だと思いますけれども、そのロッカーの中でのチームの雰囲気、試合前ってどんな感じなんですか。本当人それぞれで、音楽聴いてウェーって言ってる人もいれば、あの自分の世界に入って、あの虎視眈々と準備する人もいますし、本当人それぞれです。ちなみに岸本選手はどういう形で試合に向かっていくんですか。そうですね、僕は結構自分の世界に入って、あのしっかり準備するタイプです。あ、じゃあもうスタジアムに入るとそういうルーティンがご自身の中である。はい、じゃあもうこの試合ずっとこのベンチ、スタート入っている時っていうのはそのルーティンを崩さないでここまでやってきたわけですか。そうですね、はい。じゃあまた怪我から帰ってきたらそのルーティンでがむしゃらなプレーっていうのをねピッチで見せてもらいたいなと思います。さあ、それではですね、キックオフの時間も少しずつ迫ってきています。ぜひキックオフに向けて今日ご来場いただいている、そして YouTube ライブでご覧いただいている、ファンサポーターの皆さんに一言メッセージいただけますか。今日は雨ですけど、熱い熱い戦いが繰り広げられると思うので、全力で共に戦いましょう。はい、ということで改めまして本日この時間のゲストは背番号15番岸本武選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。
さあここでガンバ大阪ゴールキーパーチームがピッチに登場しました。皆さん大きな拍手声援でお迎えください。我らが熱き青の力、ガンバ大阪エントリーメンバー18選手を紹介します。背番号に全身全霊かけてこそ青黒のエナジー、福岡翔太。背番号3、うなりを上げる青黒の若きジャベロット、本田陸。背番号4、サイドを揺さぶる総国のハヤブサ、黒川圭介。背番号5、ゼロの系譜ナンバーファイブの伝承者、三浦玄太。背番号6、正確無比勝利へ導く羅針盤、ムタラビ。背番号7、全てはここから、青のきらめき、宇佐美隆。背番号8、勝利をつなぐきらめく青の DNA、メシロ良太郎。背番号9、若き青のマエストロ、山田浩太。背番号11、ゴール切り裂く華麗なイーグル、イッサム・ジェバリー。背番号13、局面高い刹那の稲妻、坂本イサ。背番号16、策を知る青の司令塔、鈴木徳馬。背番号20、北上鉄壁のガーディアン、中谷慎之助。背番号22、攻守に輝く青き砦、一森純。背番号23、たぎる闘争心、勇猛果敢なソルダード、堂安。背番号31、立ちはだかるファイナルフォートレス、張王林。背番号33、サイドかける青のラテラル、中野真也。背番号47、ハードワークの魔法をかける青の魔術師、ファン・アラーノ。背番号97、ピッチの異端児、タケルブラジリアンキッド、ウェルトン。以上、我らが熱き青の力、ガンバ大阪エントリーメンバー18選手を紹介しました。さあ、場内ビジョンでお届けしますヒートアップタイムはここまでとなります。この後は YouTube ライブで引き続きお楽しみください。まだ登録お済みでないという皆さんはぜひこのタイミングで YouTube の方も登録よろしくお願いします。では池田琴美さんにバトンタッチしてお届けしていきます。皆さんこんばんは。ここからのヒートアップタイムは私スタジアム MC の池田琴美が進行を務めます。よろしくお願いします。今ガンバ大阪は開幕してから2勝2分けと負けなし
とてもこう調子がいい中で今日の試合を迎えています。また2000年の J1 リーグ、セカンドステージ第9節からは今日の対戦相手である京都サンガ FC とホーム試合9試合負けなしとなっているんですね。なのでこのままホーム負けなし、この記録を伸ばしていきましょう。今日も皆さん応援お願いいたします。それではここからのゲストをお迎えします。ガンバ大阪 OB の森岡茂さんです。お願いいたします。よろしくお願いします。まず最初に現役時代のプレーをまとめましたので、そちら一緒に見ていきたいと思います。はい、どうぞ。はい、まず1994年、はい、初ゴールです。初ゴール、やはりこうあって覚えてます。どういう、こう思いが。そうですね、もう本当にやったっていう感じで、はい、もう若かったのでもう無我夢中でした。やはり初ゴールはこう思い出深いものありますよね。そうですね。そしてその後もこう試合で4得点、そして翌シーズンはさらに得点を重ねて5得点。はい、もっと取りたかったんですけどね。まだまだでもいけそうだなってこう思いながらやってたんですかね。そうですね、もう元から僕点取るのは得意だった方なので、はい、取りたかったですけどね、もっと。またそのゴールのパターンっていうのもすごく多かったですよね、こう見させていただきますと。あ、そうですかね。はい、でまたこの96年は日本代表にも選ばれて、そしてその後京都サンガ FC、ヴィッセル神戸を挟んでまたガンバ大阪に復帰が2002年。いや、あのパワーがすごいですね。いい、でもこう見るとやっぱ全部覚えてますね。あ、やはりもうその時その時の記憶が結構、はい、見ると思い浮かぶ。すごい。そして2004年、もう2得点。はい、このパワースタミナってどこからこう出てたんですか。この見た目からはこの爽やかさがすごい溢れているので、このパワフルさっていうのがすごいギャップで素敵だなって思うんですけれども。まあ、僕自身は分かんないですけどね。はい、でもよくサッカーやってると変わるねとはよく言われましたけどね。このプライベートとサッカースタイルで、はい、ちょっと後ほどどういうふうに変わったのかもお聞きできればなと思います。では改めてファンサポーターの皆さんにご挨拶お願いいたします。はい、お久しぶりです。そうです、今日もあの古巣の僕にとってはサンガの戦いなんですけど、うん、まあ、ガンバ大阪の方が長いので、はい、今日はぜひとも勝っていただきたいなと思います。はい、では今日はよろしくお願いいたします。お願いします。ではあの今現在何をされているかお聞きしたいんですけれども、今はどのようなお仕事をされているんでしょうか。そうですね、松山 TFC というスクールで小学生を教えたり、はい、うん、あとは中学年代の、はい、指導をしてます。小中学生の、まあ、これからプロを目指す、まあ、サッカーを頑張っているお子さんたちを指導されているということなんですね。はいはい、その指導で結構苦労する部分とかってありますか。いや、苦労はそんなにないですね。お、じゃ結構楽しく。そうですね、僕自身はもう本当に楽しくやらせてあげたいので、うん、どうすれば楽しくやってくれるかっていうことを考えながらやってます。当時 の、 このご自身がこうすれば楽しかったなとか、ここをこうすればみたいな経験も結構生きてる部分はありますか。そうですね、まあ、自分がやってきたこともありますし、うん、まあ、今指導者として考えていることで、はい、こういうことをやらせてあげたいなっていうのもすごくやってますね。ではそのスクールからこうやってまたガンバ大阪のね選手になるお子さんもいらっしゃるかも。そうですね、まあ、その選手が、ね、あのガンバ大阪の選手になって、うん、僕が指導者としてガンバでやってれば最高ですけどね。うん、最高ですねめちゃめちゃいい笑顔をありがとうございますではあとまたちょっとお話をお聞きしたいんですけれども、アトランタオリンピック日本代表にも選ばれていましたけれども、実は今ガンバ大阪、先日のアンダー23の日本代表でハンダリク選手も選ばれたんですよね。またこのスタメン出場も果たしたりと、こう同じ日本代表経験者としてこのどういう経験を得てこうまたガンバ大阪に還元できるとか、日本代表の難しさっていうのはもしアドバイスをするとすれば、経験者からの意見聞けますか。そうですね、僕、まあ、オリンピック代表
ではあまりちょっといい思い出というか、うん、そういうのがなかったので、はい、まあそれ終わってからその反骨精神で長くプレーできたのかなっていうのはすごくあります。なるほど。 そこでまたこういいプレーができたこともプラスですし、そうじゃなかった場合でもまたこう次のプレーにこうガンバに戻った時だったりっていうところで生かしていくことはできる。そうですね、活躍できるのが一番いいんですけどね、うん、できなかった時に次何が足りなかったのとか、そういうことを考えることも必要かもしれないですね。なるほど。またねこのハンナリク選手がこのまま代表でパリにね、行っていただけることをあのサポーターとして楽しみにしたいと思います。また今フィールドには、フィールドプレイヤーの選手、まあ、キーパーの皆さんもアップを始めていらっしゃいます。あの先ほどまで、ね、結構雨が降っていて、このピッチコンディションとかもどうなんだろうと思ったんですけども、この水たまりも、まあ、やはりスタジアムが素晴らしいということで、そうですね、今のところ問題なくこのアップも行えて試合もできそうですね。そうですね、ちょうどいい環境じゃないですかね。うん、またキーパー、あの先ほど私がすごい素朴な質問としてキーパーはなぜ早くアップに出てくるのかっていうのをお聞きしたんですけれども、改めていいですか。いや、あの、まあ、単純にあのゴールキーパーやることが多いということですかね。そうですね、それを聞いて、はい、そりゃそうだよなと思ったんですけれども確かにこの蹴る止めるだけじゃなくてこうジャンプだったりっていうところでそういう風に出てきてるんです。なんか当たり前に見てたので、改めてそういう理由を聞くとそりゃそうかっていう、はい、私個人のモヤモヤが晴れました。ありがとうございます。そうですね、中のとこでもキーパーもめちゃめちゃ早いですよ、準備が。ここのフィールドに出てくる前 も前も本当にもうすごい前からすごく準備してますね。ちょっとその速さどれぐらいなのかとかちょっと測ってみたら面白いかもしれないですね。そうですね。そしてなんかまた一森選手は結構ルーティンがある選手というふうにもあるので、そういうルーティンとかってありました当時。そう、僕は必ずあの右足から、はい、ピッチに入ってました。それはもうプロになった時に決めた。そうですね。おお、それはまたなぜ。いや、たまたまその右足から入ってきた時が調子良かったからです。おお、なるほど。もう最後までその右足は変わらずにずっと続けて、はい、変わらずにずっと右から入るように。この歩幅とかこう合わせたりするんですか。そうですね、最後合わなかったらちょっと合わせて右から入るようにしてましたちょっとその当時のその瞬間見てみたかったな。またちょっと映像を探ってみたいと思いますではここからは2月3月の試合をハイライトで振り返っていきます。どうぞ。まず第1節アウェーで行われた FC 町田ゼルビア戦です。もうこのね開幕っていうのは結構ファンサポーター皆さんも楽しみにしている部分ではあったと思うんですが、ここでやはり決めてくれるのが宇佐美選手でしたね。そうでしょうね、あの先発から外れてその悔しさもあったと思うんですよね。うん、またこのフリーキックがちょっとガンバ大阪に帰ってきた遠藤コーチを思わすような部分もあったり、またホームの開幕がアルビレックス新潟戦、やはりホームで気合がより入っているのかなっていうようなね、こういうゴールに迫るシーンも多かったですよね。そしてこの試合でも宇佐美選手。そうですね、やっぱエースが決めると波に乗りますね。でも確かにこの2試合でもうガンバといえば宇佐美選手、その宇佐美選手が決めてくれてますから、そしてホームは勝利、そして第4節ホームでジュビロ磐田を迎えてのゲーム、ここでもまたキャプテンが。そうですね、何回見てもいいですね得点シーンはね、やっぱどういう得点シーンでも見るのはすごく楽しいですよね。またこのゲームの流れからっていうところがね、良かったですよね。そしてここで複数得点でダワン選手が。ダワン選手はヘディング強いですよね、うん、いや本当に高いですよね、このジャンプ力といい、はい、もう見慣れたはずなのに毎回新鮮なリアクションを取っちゃいます、はい、そしてもう一森選手のこの素晴らしいですね。ね、この相手あのジュビロ磐田もだいぶ流れに、ね、乗っていた時だったので、そのチームに勝てたっていうところがすごくまた大きかったですよね。そして、先日行われました第6節アウェーのサンフレッチェ広島戦です。
またもこうアンバー大阪ね、最初から攻めて、そしてちょっとヒヤッとするシーンもありながら、そうですね、私も現地で見てたんですけど、これは危なかったですね、本当に心臓が2秒ぐらい止まりましたでもここで冷静に決めたのが途中でこう加入したベルトン選手、ゴールパフォーマンスもいいですね。そうですねでこのままの試合が終わるかと思えばちょっと悔しいっていう思いもしながら1対1負けなしで今今日まで来ています。まあ今宇佐美選手が得点ね、最多得点3点入っていますけれども、今日はこうどの選手に注目していきましょうか。そうですね、やっぱり宇佐美選手ですよね。うん、今日も入ってますね、はい、今日も先発で出てますけど、はい、本当にあのエースが活躍すればチームも乗ってくると思うんですよね、うん、今まではやっぱこう2列目とかサイドとかやることが多かったと思うんですけど、うん、はい、今本当に、ね、トップの位置、まあ、よりゴールに近い位置でプレーしているので、うん、本当に怖さがあるっていうか、あ、やはりこの相手チームからすると、そうですね、やっぱそこに宇佐美選手がいたらっていうのはやっぱ向こうは警戒しますよね。あ、やはりもうそれだけ威力のある選手になっているということなんですね。またここでちょっと一つ見てみたいのがレーダーチャートを準備しています。ガンバ大阪と、京都サンガ FC、まあ、今節あの前節までのまとめたものなんですけれども、これから分かることっていうのをちょっと説明していただけますか。このクリアがクリアとドリブル、クロス、パスが、まあ、ガンバ大阪の方が秀でていてっていうところで、これでちょっと戦い方って見えてきますか。そうですね、やっぱあのガンバが、ボールを保持して、うん、攻めていくっていう形になると思うんですよね、うん、でサンガはそこを、奪って早く攻めるっていう、あ、そういう試合にはなると思いますね。なるほど、まあ、ガンバこう結構パスをつなぐっていうシーンも、ね、多いですもんね。それがあのこのデータとして出て、そうですね、またそのパスをつなぐっていう点でこの試合中ぐらいに雨が結構降るのかもしれないという予想もあるんですけれども、雨が降った時にそれが有利に働くのかどうなのかとかっていうのはありそうですか。いや、あのテクニックがある選手は雨の日も、はい、そんなに問題ないんですよね。お、まさに宇佐美選手だったり、そうですね、だそういう選手が多いチームがより有利かなとは思うんですよね。お、なるほど。でも結構こうテクニックがある選手もあの新加入で入ってきていますし、そういうこのお話を聞くとまたこうガンバ大阪も今日もいい試合運びができそうな気がしますね。はい、しますね。またでも、うん、そうですね、でも相手もね、豊川選手みたいな、はいはい、ね、何をやってるかわからない選手っていうのもいますので、そうですね、もうガンバ大阪にとってはこう嫌なところにこう来るような選手、はい、いい選手が向こうにもいますから、そこをねどう、そうですね、守るか、いい味を出さないようにするのか、はい、ディフェンス陣もあの前のサンフレッチェ戦でもかなり体を張ってゴールを守ってくれていますから、そういったところもね今日も引き続きやっていただきたいと思います。それではまたどう攻めていくのか、まあ、宇佐美選手がね多分今日もガンガンテクニックを使いながら行ってくれると思うんですけれども、他にこう前節ウェルトン選手も得点を取っていますし、そしてまたファーラーの選手だったり山田選手も、まあ、シュートを打つっていうところはかなり回数が見えているので、まあ、かなり脅威なメンバー。そうですね、もう本当にこのサイドも速いですし、うん、まあ、この選手のアップダウンでどれだけ、ね、チャンスを作るかっていうのもあると思うんですよね、うん、このやはり同じポジションだったりこう同じような特徴の選手とかって結構気になりますか。そうですね、気になりますね。先ほど聞いたこうウェルト選手とかに似てるよっていうスタッフさんからあのお聞きしたんですけれども、こう結構走ったりだったりっていうので、はい、そうですかっていうふうに聞きました。ああ、でもまあそうですね、サイドが得意な方だったので、うん、ではそういったちょっと似たような選手の活躍がまた見られたら嬉しいですね。そうですね、あの活躍してくれることを、うん、はい、はい、では今までは、今日まで、今日の、お話を聞いてきたんですけれども、ここで少し先の楽しみな試合のお話に移りたいと思います。
一般発売は31日に開始している5月6日セレッソ大阪戦大阪ダービー、こちら皆さんもチケットはご購入いただいていますでしょうか。もう一部あの席では完売も出ているんですよね。そうなんですよ、皆さんぜひお早めチケットを購入いただいて、またこの日大阪ダービーオリジナルの冷感タオルを来場者全員にプレゼントということで、こういったプレゼントもありますから、本当皆さん応援来ていただきたいですよね。ああそうですね、いいですね、あの冷感タオル、はい、使いたいですね。もう5月暑いですから暑いですからぜひあのご来場ください、はい、またあの先ほど印象深い試合があるというふうにあの放送前にお聞きしたんですけれども、それが63回目の大阪ダービーとお伺いしたんですが、そちら映像を用意しましたので、はい、あ本当ですか、一緒にちょっと見ていきたいと思います、はい、どうぞ。もう数字が興奮する7対1そうですね、そしてもう最初からいい、そしてフェリー、ただ僕が活躍したっていうだけで選びました。いやその活躍のね最後どういった活躍かちょっと出てきますから、またこういろんなねこう選手が得点取られていて、またフェルナンジーノ選手、やはりダービーってこう違いました。他の試合とやっぱそうですね、負けたくないというのはすごくありましたよ。そしてここもアシストで、はい、大黒選手にまたってこうね7点も入ったらサポーターの皆さんも嬉しい疲れあったでしょうねそうでしょうね、どんだけ喜ばしてくれるんだっていうそしてまあこの日なぜこう記憶に残っているか、活躍したのかっていうのがこの後分かるんですが、なんとあれですよね、日韓グッドプレー賞を取って、はい、やはりこの試合はもうずっと印象に残ってますか。そうですね、うん、まあ、この日は大黒選手やろうなとは思ってたんですけどね。お、あそうなんですか、ご自身でも結構びっくり、はい、びっくりしましたね。あそうなんですね、はい、お、ではまたちょっとお時間が後ほどあればちょっとこの裏話もお聞きしたいと思います。ではここからは新グッズご紹介してまいります。こちらです、オブングと一緒コラボグッズが発売となります。大人気イラストレーターオブングさんによる書き下ろしのコラボグッズ、例えばミニタオルが税込みで1100円、ブルーとオレンジがあります。レザーパスケースが税込み1130円など、ステッカー、トートバッグ、本当にたくさんの商品があります。こちらオンラインでの発売は4月5日金曜日12時から、スタジアムではブルースタジオのみで発売ということですので、まあ、試合に来られる際はブルースタジオ、また試合に来られないよっていう方はオンラインで、ね、ぜひ購入いただきたいですよね。そうですね、可愛いですね。可愛いですね、ちょっとゆるっとした雰囲気で、はい、そうですね。では続いて、もうお時間が来てしまいました。あ、そうなんですか。そうなんです。では最後、試合に向けてサポーター皆さんに一言お願いいたします。そうですね、今いいスタートを切っているので、このまま、勝ち進んでいってほしいですね。はい、ぜひ。ではこの後も引き続きご一緒に応援の方お願いいたします。はいはい、では皆さんもこの後はスタジアム、そしてダゾーンでガンバ大阪の応援よろしくお願いします。